みーちゃんです。今日はね、めっちゃ寒い。すごい風もあってね、寒いってことで、今日も業務スーパーやってきました。まあね、寒い時はね、鍋に限るということで、ちょっとね、みーちゃん金欠なんですけど、お安く鍋の材料を買いに来ました。これがいいかな。今回はこれを買います。これで279円。あ、こんな入って199円ってめっちゃお得じゃない。はい、こんな感じかな。こんなもんかな。帰ってきました。今日買ったのはこれね。でも今回これ鶏って書いてあるけど、今回は豚しゃぶしゃぶ用のお肉でやっていきたいと思います。で、しゃぶしゃぶ用のお肉が2つ、水菜と白菜。これで200円ってめっちゃ得よね。めっちゃでかいし。ネギちゃん、これもね、100円ぐらいだった。100円。安いよね。あ、でも129円って書いてある。と、木綿豆腐が40円ぐらい。これも40円。えのきと、しめじが100円。結構入ってる。と、ウインナーを買ってきまして、今から作りたいと思います。はい、早速作ります。スープ。うわ、これね、白いんだ、スープ。で、その間に切っていきたいと思います。このでかい白菜、切っていこうかな。なかなかね、業務スーパーとかね、家族がね、まあ多くないとちょっと行かなかったりもするんやけど、結構冷凍してやるやつが多いんで、まあ小分けして冷凍したりとかしても使えるので、まあ買い物のしょっちゅう行く手間は省けて、そしてやっぱ量の割には安いっていうのが本当いいよね。しめじも切っていきます。軸を切ります。しめじも洗ったので入れていきます。のもあるけど、これ全部で1200〜1300円ぐらいで買えたので、まあ超お得感。もちょっと食べやすいように切っていきます。で、ちょっと沸騰してきたので、ちょっと入れていきます。切っていきます。このね、鍋にね、水菜はね、みーちゃん大好きで、今日はね、一束やけど、いつもね、二束ぐらい買って追加したりするんですけど、美味しいよね、水菜。えのきちゃんもちょっと食べやすい感じで半分に切ります。真ん中に入れます。で、今回ね、なんかね、買い忘れたかなと思ったら、みーちゃん大好きなエビを買い忘れてて、今回エビなしっていうことで、ネギもね、みーちゃん大好きで、ネギ入れます。
そしたら今度ウインナーをぶっ刺します。ウインナーぶっ刺す、ぶっ刺します。そう、肉団子もね、ちょっと買い忘れて、ちょっと今回肉団子とエビちゃんがない感じになるんですけど、まあ、本来はね、ちょっとしゃぶしゃぶってする感じなんですけど、ちょっとそれは後からして最初は入れていきたいと思います。結構入れたね。いいか。はい、これで鍋をし、あ、鍋じゃない、蓋をして、そうしたら完成です。待ちたいと思います。いただきます。しかもずっとさっき、うん、美味しそうやろ。ね、熱そう。熱いけど、あ、くちゃん、あ、豆腐、豆腐ちぎれた。いいね。いいね。熱い熱い。で、フーフーしてね。フーフーして食べて。こんな感じ。いただきまーす。あ、あっさりしてる。あっさりしてる感じの、この塩鍋。でも、あ、美味しい。でも、この豚の旨味がめっちゃ入ってるので、つけた数字にね、濃厚になる感じ。うん、かくかく、うまい。今から食べて温まりたいと思います。今日も最後まで動画見てくれてありがとう。またね、動画アップした時はぜひ最後まで見てね。ありがとう。バイバーイ。バイバイは、バイバイ。はい、できました。美味しそう。今から食べたいと思います。